ダブルスピーク、ダブルスピーク、A、ダブルスピーク、二十五法とは、受け手の印象を変えるために言葉を言い換える、修辞技法。一つの言葉で矛盾した二つの意味を同時に言い表す、表現方法である。その和法を、批判的に言及する際に、ダブルスピークという言葉が使われることもある。ダブルスピークは、遠曲法の形態を取ることがあるほか、例、 事業縮小、ダウンサイジングリストラは、もっぱら大規模開口を置き換える意味で使用される、わざと意味の曖昧な用語を用いることもある。例、KGB などによる用語、ウェットワークは暗殺を意味する。ダブルスピークという用語は1950年代に英語の中に登場したが、これはジョージ・オーウェルの小説、1984年に由来する。この小説は、 全体主義のディストピアを描いており、中でダブルスピークという言葉そのものは出てこないが、ダブルシンク、ニュースピーク、オールドスピーク、ダックスピークといった造語が登場しており、これらの意味的、または発音的に類似した作中用語から、やがてダブルスピークという新語が作られた。ダブルスピークの概念は、特に作中で現れる架空の簡略英語、ニュースピークにおける、 B 軍語彙に影響を受けている。これは、作中で政府が世論や和者の意識を政治的に操作、誘導することを図して作成した語彙軍である。例えば、作中のトースローガン、戦争は平和であるや、以下のような作中の象徴名がその典型であり、こうした造語法がダブルスピークの概念の元となった。実際の政府や企業なども、 不愉快な事実を伝えるためにしばしば遠極的な言い回し、事実とは逆の用語の使用、曖昧な言葉の使用などを行っており、これらは事実を隠し国民の認識を操作するためのダブルスピークであるともみなすことができる。また、マスコミが人を傷つけないように使い出し、官僚組織もごから使い始めるような政治的に正しい言い換え後も、合意使用者の認識を操作する。 ダブルスピークの一例と言える。企業もダブルスピークを活用して、企業や商品の印象や社員の指揮を損ねまいとする。古い例では、上等、中等、下等を、小畜梅、天地人という過去に置き換える例がある。盗難保険、火災保険、失業保険などの例に倣えば、死亡保険、病気保険と呼ばれるべき保険が、生命保険、健康保険と、 正反対の語で呼ばれる。日本で鉄道が開業した当初は客車を上等、中等、下等の3種類に分けていたが、それらの表現が、上等を選ぶ客は金持ち、下等を選ぶ客は貧乏人と乗客の所得階層を規定してしまうようになるめ、乗客の気分を害さないように呼び名を、それぞれ1等車、2等車、3等車へ変更、さらに戦後しばらくすると、 一等が廃止され、グリーン車、普通車となっている。2011年3月、東日本旅客鉄道が70年ぶりに、この一等を、グランクラスとして、新幹線で、2013年には、九州旅客鉄道が、寝台列車、七つーン九州で、DX スイートとして復活させた。客船と旅客機の客室の区分はそれぞれファーストクラス。 ビジネスクラス、エコノミークラスと呼ばれ、等級の差が言葉上をごまかされている。不動産の業界ではコンドミニアムなど、集合住宅、アパートメントハウスを、かつてはアパートと呼んでいたが、貧乏臭いというイメージがついたため、マンションと言い換えがなされた。マンションの本来の意味は一個建ての邸宅であり、本来の意味から異なっている。マンションのほか、ハイズ、ハイツ、ハイツ本には、 高台、ハイム、ハイム、本には、家屋など、外国語での言い換えが行われたが、レジデンツやパレスのように本来の意味から離れたものもある。これらは、日本の消費者の行動心理として、自分は、金持ちではないが貧乏ではないという中流意識があり、ビジネスの分野では、小畜梅の竹を売れとも言われる。そのため上等なものは常日のように、グランド、グランド、デラックス。 ラグジュアリー、ラグジュアリーなど、貴族的な言葉を使用する一方、過当なものは、エコノミー、経済的、格安、リーズナブル、合理的といった、経済的合理性に重心を置いた表現を使う、ことで消費者に、自分は、金持ちではないが貧乏ではないと意に訴えかける、マーケティングを展開している。アメリカ企業などでは、レイオフ、ダウンサイジング、事業のスリム化、リストラ、 事業再構築、ヘッドカウントアジャストメント、人員数の適正化といった語彙のもとに、社員整理解雇や事業からの撤退を行ってきた。1990年代に人気を博した新聞コミック、ディルバートは、ロイの最大化など数字目標達成の圧力にさらされたアメリカ企業で、上司の思いつき同然の事業再構築に、 振り回される社員を突き放して描き、企業の官僚組織化を皮肉ったが、ビジネス用語や会計用語を乱用した、ダブルスピーク同然の新製作や、理解不能な社内信用語をしばしばネタにされた。製品の苦情に対しても、しばしば使用、期待用などの用語が、欠陥や設計ミスを認めない意味で使用される。身近な例では、監視カメラを防犯カメラと呼んだり、 子供向け雑誌上での通信販売が応募者全員サービスという呼び名で実施されることがある。医療分野では精神分裂症を統合失調症、地方症を認知症との言葉の置き換えが行われているが、これは患者に対する誤解や偏見をなくすためである。精神病を精神障害への変更のようにより、的確な表現になったものもあるが、 誤解や偏見をなくすための言い換えが返って、当該病床の的確な表現や正確な意味を失わせる結果を招く結果も生じている。日本では病院と院は法令で区別されているが、中国では病の字は不吉だとして、院が好まれて使用される。差別に使われる語彙に関して、日本でも諸外国同様1960年代から1970年代に、 人権団体など多くの団体により抗議が相次いだ。これに対し、ポリティカルコレクトネスに配慮した用語がアメリカなどは広く使用されることが多い。また、日本の場合は少し異なり、マスコミの側で市民団体の抗議などを想定して事前に表現の自主規制を行い多くの言葉の使用を自主規制している。こうした規制や言い換え、 遠距離和法は差別される側が望まない場合もあったり、マスコミの一律規制やことなかり主義の官僚的な態度、そういった言い会合を同様に政府も使用すること、言い会合を通じて人々の認識を操作しようとすることなどはダブルスピークと言える部分もある。報道時の言い換えとしては、飛び込み自殺が人身事故、強姦が暴行に変えられる例が頻繁に見られる。 ダブルスピークの語源となった小説1984年はファシズムや当時の共産主義政権の矛盾を暴露するものであったが同時に英米などの民主主義の政権であっても同様の状態に陥る恐れが少なならずあることを警告することを意図していた。したがってかつてのファシズムや東側諸国 あるいはより一般の独裁政権における事例は、明瞭かつ典型的な例が多いが、民主主義国家においてもそれほど珍しくはないのが実情である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。